弁定インターチェンジは、新潟県新潟市中央区市畜産にある国道8号、国道17号新潟バイパスのインターチェンジ。ハーフインターで、ソア方面への流入、流出のみ、柴田方面への流入、流出はできない。2005年4月28日より共用を開始した。新潟バイパスのインターチェンジの中では2012年春に共用を開始した。 大谷地インターチェンジに次いで2番目に新しい IC である。東側に隣接する七畜山インターチェンジと同じ七畜山地内に所在することから東 IC の南側、弁天線の鳥屋の方にかかる橋梁、弁天橋にちなむ名称が与えられた。新潟バイパスの名家ケインターチェンジから竹尾インターチェンジにかけての区間は交通量が 特に多いが、そのうち中央区中心部方面への主たるアクセス箇所となる、女家、桜木、七畜山の各 IC での流出入台数を分散させることと、JR 新潟駅南口方面と、新潟スタジアムが所在する、新潟県スポーツ公園など鳥屋の方南部地区、高南区亀田地区方面へのアクセス工場のため、整備が進められた。インターチェンジは、新潟、 新信領バイパスの交通円滑化と黒崎 IC から東港 IC にかけて道路施設の改修などを手掛けるため1986年度に事業化された新潟地区交通対策の一環で整備されたもので加えて栗の木バイパスや流頭大橋などからなる都市計画道路、モズ島ルート線の整備事業の一環も兼ねている同事業の一部で 栗の木バイパスの一部連続立体交差化を目的に2007年度から順次事業化された栗の木道路、四畜山道路の両事業においては四畜山 IC が完全立体化されるなど周辺の道路構造が大規模に改良される予定で新潟バイパスの黒崎方面と一部交差化される栗の木バイパスの地表部区間の相互間は東 IC からのアクセスとなる予定である ありがとうございます。